こんにちは、アブラミ長男です。はい、今日はね、ポーターレビューです。今日はね、先日購入しました、ポーターのね、タンカーシリーズのウエストバッグね、それのレビューをしたいと思います。まあ先日お話しした通り、これ中古で買ったやつなんですけどね、某オークションで落としたものなんですが、まあ今までね、使ってるウエストバッグと比べて収納能力か、どんなもんかね、ちょっと見ていきたいと思います。比較しますのはね、普段使ってます、アウトドア製のねウエストバッグと、でこれまた以前、某サイトで購入しました同じくポーターのねヒートシリーズのウエストバッグとね、今日はね3種類比べたいと思いますよ。まずはこれですよ、ドーン、ね、アウトドアさんのねボディバッグです。これあのバリスターナイロンとは言わないな、なんて言うんだっけ、コーデュラナイロンの、一品でございまして、もうね結構使い込んでます。本当にもうね、汚れてるわ傷んでるわでね、もう本当に何年だろう、4年ぐらい使いましたかね。本当に、ずっと使ってまして、まあちょっとね色あせっちゅうか、いろんな面でもう汚いし傷んでるしで、人前に持っていくのが若干恥ずかしいなってぐらいになってきたんでね、まあもうそろそろ引退させようかなと思っております。だからこれ購入価格はね、4000円でした、新品でね、まあ、これを比較対象です。めちゃくちゃ軽いですねこれはね。はい、でこちらですね、今回買いました、ドーンね、吉田カバンポーターのね、タンカーシリーズからウエストバッグです。まあボディバッグとして使うんですけどね、一応品目上はウエストバッグで売られております。まあ、これがテストのメインですね。はい、じゃあねゲストで参加していただきます、こちらです、ドーン。はい、同じくね吉田カバンポーターのねヒートシリーズからウエストバッグですね。これとね、アウトドア使い分けて、使用しておりました。今日はねこの3つの比較対象をやっていきたいと思います。はい、今日はねこれをね入れて収納能力を比較したいと思います。何かと言いますとね、もう単純ですね。はい、ハイボール飲むには炭酸でしょということでね、サンガリアのね 500ml の炭酸水です。これが何本入るかをね皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ガチョーン。じゃあね、以前一度テストしましたけどね、このアウトドアのねカバンもやってみたいと思います。実はね以前その炭酸水ね、四角いボトルだったんですけど5本しか用意しなくて5本全部入っちゃったということでね、お叱りの声をねちょっといただいたりもしてたんで、今日は6本持ってきました。6本目が入るか入らないか、どのぐらい入るかをね見ていただきたいと思います。じゃあね入れていきましょう。ちなみにカバンはねサイドポケットも含めて何も入っておりません。はい、いきますよ。1、2、マチがね2本分ぐらいちょうどあるんですね。ですから4本は楽勝で入るんじゃないかなと思うんですけどね。1、2、3、4、ね、4本入って、なんとねまだ余裕がありますね。わかりますか。はい、5本目いきます。5本目、これ入るでしょうね。うん、5本目入って閉まりますね。ちょっといびつな形になりますけど、無理なく、ジッパーは閉めることができます。これ6本目がどうかっていうことですよね。これはねちょっと厳しそうな予感ですね。6本目入るのかな。よっよっおおよっんよっ無理ですね、残念。6本目入れますとね、こんな感じでね、閉まりません。記録5本ですね。5本なら無理しなくても
閉めることができます。なかなか入るでしょこれね。はい、記録5本。よし、じゃあ次行きましょう。次ね、新しいこいつ行きましょうね。はい、タンカーね、行きましょう。クリーニングしたばっかりのタンカーですけどね。じゃあ入れていきましょう。これね、軽いっすね。このバックルは結構重たいんですけど、ほんとこれも軽い。アウトドアも空気みたいに軽いですけどね。アウトドアはね、バックルまで軽いんですよ。全部込みでこれ紙みたいに軽いんですけど、これも負けてないですね。バックルがね、なんかすごく重いんですけど、それ以外のところは一緒ぐらいです。本当に軽い、カバンじゃないかなと思います。じゃあ入れていきましょう。はいね、1、2。これもね、マチの幅がね、2本よりそっと狭いぐらいかな。うん、いい勝負だと思います、アウトドアのバッグとね。はい、3本4本入れてみて、こんな感じですね。はい、なんかちょっとね、どうだろう、感覚的な問題ですけど、アウトドアよりちょっとね、狭いかもしれませんね。5本ね、まず5本で様子見ましょうかね。よっと、はい、5本始まりますね。うん、5本問題なく閉まって、で膨らみ方もいびつではないですね。これあれ、意外と6本入るのかな。はい、6本目。これでね、形整えないとね、よいしょ、無理かもしれない。あ、おおお、行くかどうだ、行った入りました。く、意外ですね。正直僕ね、こっちの方がね、入らないと思ったんですよ。これすごいな。そんなにむちゃくちゃ無理して押し込んでるわけでもないのに、ね、6本きっちり入りましたよ。これやりますね。収納能力、グーですよ。はい、記録6本です。当たり前の話ですけど、もう7本目は絶対に入りませんね。6本入ったということで、ちょっと見直しましたね。へえ、意外ですね。僕絶対ね、6本入らないと思ったんですよ、実は。うん、これから頑張って働いてもらいますよ。で、今気づきましたここに隠しポケットあったんですね。ベルトのね、この部分ね、上から見たらここにベルクロが見えました。ほら、はあ、これいいね。うん、ここになんか500円玉とか入れといて、とっさにパーンと出すにいいかもしれない。反対側にもついてますね。あ、これいいですね。なんか撮影機材入れる時だったら SD カードとかね、入れるって手もありますしね。これ、うん、有効に活用してると思いますよ、このスペースをね。うん、はい、じゃあ次、ラストね、こちらドーン、ヒート。これも行ってみましょうかね。イメージ的にはこれが一番、どうだろう、大きい小さいで、どうかな。まあ内容量いく前にちょっと一言言わせてもらうと、これはね、重いです。他のカバンのね、2倍ぐらいあるような感じしますね。うん、しっかり、その代わり生地がね、すげーしっかりしててね、バリスターナイロンでしたっけ。とにかくね、丈夫な、シートベルトとか防弾チョッキに使われている素材らしいんですけども、型崩れしにくいですしね、傷みにくい、素材じゃないかなと思います。じゃあ入れていきますね。1、2。一番ね、これ入れて思うのが、マチ的にはこれが一番ね、狭いです。もうこの段階でちょっとね、ほらここ膨らんじゃってますからね、これ一番苦戦するんじゃないかなと思います。多分4本ぐらいは問題ないはずなんですよね。うん、4本はもう全然当たり前に入りますよ。うん、そして5本目入れて、
まだ余裕ありますね、うん、5本で閉まりました。はい、問題は6本目ですね。6本目いけるかどうかがね、ポイントになってくるんですけども、よいしょ、6本どうでしょうか。うん、うん、閉まりません、残念。やっぱり無理か。キュッとしてもね、これ以上閉まりませんね。記録5本でした、残念ね。まあ、5本なら無理せずに閉まりますよといったところで、そうですか。ということはね、タンカー優勝ですね。うん、なんか意外な結果となりました。はい、そういうわけで優勝タンカーでーす。意外でしたね。うん、なんかパッと見はこっちの方が小さいような気がしたんですけどね。うん、しかし軽いな、本当に軽いです。高級感的にはどうかというと、まあ値段が違うっていうのもあるんですけども、やっぱり高級感はねヒートの方があると思います。うん、ただMA1 ジャンパーが好きな僕としてはね、この手の、カバン、昔はそんな興味なかったんですけど、最近なんか急に好きになりましてね、面白いかなと思います。まあ今後はね、ある程度、若干フォーマルなとこに行くときは、こちらを使って、もう普段カジュアルな、普段使い倒すにはね、こっちをこれから使おうかと思います。で、もう4年かな5年かな、長いこと、頑張っていただきましたアウトドアの彼には、引退していただこうと思います。本当にこれはね安かったんで良かったですよ。もうね4000円でしたからね、4000円でこんだけ使い倒せたらもう言うことないですよ。うん、まあ、そんなこんなで長いことありがとう、君のことは忘れない。はい、そんなこんなでね、今日はポーターのね単価ウエストバッグの、収納力テストしてみました。まあ意外な結果が出てちょっと僕もびっくりしてるんですけどね、これ見た目以上にたっぷり入りますね。唯一6本ね、6本入った、500ミリの炭酸水が6本入ったということでね、普段使いでもね重宝するんじゃないかと思います。まあこのね前のポケットもマチがあってね、本当に実用的だなと思いますんでね、中にもね小分けするところもありますから、中はこっちはポケットないんだよね。うん、こっちね、仕分けのポケットもありますんでね、重宝するんじゃないかと思います。まあそんなこんなで、実はねもう一品近々ポーターのアイテム増えるんですそれはそれでまたねご報告したいと思いますんで、ぜひね脂身長男チャンネル、自分のチャンネル名忘れるなよってね、脂身長男チャンネルね、ご登録よろしくお願いします。それではまた、シュー。